や今撮影中にたまたま DJ 剛さん取り掛かったんで、やっと緊急事態宣言が解除されて、まあ、千葉県に住んでるんで海に来れるようになりました。現在 NSA のホームページに新しい生活様式のサーフィンの仕方っていうのが載ってるんで、皆さんそれを見ながらサーフィンするようにしてください。そして東京都と、ね、埼玉県のみんな、本当ちょっとだけ早く海入っちゃって本当ごめんなさい。でも俺も3ヶ月サーフィン してなかったんで、本当今日は本当幸せです、はい、最高ですよね、はい、やっぱりサーフィン気持ちいい。いうかちゃんとにルールを守れば、ね、一応野外だし紫外線でコロナの菌は、ね、あんまり繁殖しないと言われているし、とりあえず、まあ、そういったね駐車場でこうみんなで密になってワイワイガイガイやったりとかね、6月18日まではちょっと千葉のお店もなかなか立ち寄れなかったりもするけど、でもね、それが解除されれば、みんながまた楽しく笑顔でサーフィンできるようになるんで、はい、またそしたらシゲの店に来てもらって、ね、シゲにサーフィンを教わったりね、いろんなことを教わって、楽しみにしてください。あ、で、剛さん、はい、今ね、コナミについて語ってたんですけど、コナミいやー、新島出身だからコナミダメだね、本当にコナミダメ。シュゲはどういうふうに攻略したの、コナミ。だってハブシウラにコナミあるか。いやだから、うん、まあコナミを楽しめる道具を乗りましょうよっていう、それだ、うん、まあ今俺もクワッドの結構今厚い。剛さんおいくつですか。俺は今年58になります。レジェンド、はい、やっぱりサーフボードチョイスとかサーフボード選びってやっぱり幅とか長さとかあって、いや若い時よりはいやもう全然違う。そうですよね、うん、そもそも32までシゲも知っての通りもう普通のスタンダードなスラスター乗ってましたが、しかし、まあ、アメリカにね、俺の家にも遊びに来てくれたけど、アメリカでね、海水温冷たい中サーフィンと DJ ばっかりやってたら、まあ、腰が悪くなり腰を手術しなきゃいけないぐらいまで腰が悪くなって、で、まあ、それで手術してしばらくの間サーフィンができなくて、でそれからリハビリでロングボードを始めたわけだ、うん、でロングボードをやるようになったら、まあ、ハマってっちゃってさ、で、まあ、プロサーファー のいろいろね、ロングボーダーに聞くと、剛君できてると思ってるでしょうと、まあ、3、4年ぐらいの時、まあ、普通にできるよね、まあ、ショートやってたから。でもロングボードのかっこいい乗り方って10年やんないと理解できるようにならないよって言われて、でも本当そうでした、うん、やっぱりちょっとショートボードとはね、違うわけで、でロングボードをやってから、じゃあどんなボードに乗ろうかなと思って出会ったのが、まあ修験のところのね、LBS の中でよくあるちょっと分厚くて幅があって、だけどやっぱりこう動かしたいから、そこはやっぱりクワッドにしたり V テールにね思い切り入れたりとか、やっぱりこう自分のスタイルもそこで変わってったね、うん、やっぱ乗れないと楽しくないですからね。楽しくない、うん、今なんかインターネットとかでさ、軽くスラスターとか、いやアルメリックがどうのこうのとか、アルメリックが悪いとかじゃないんだよ、初心者の子がやっぱり510、511のスラスターの今のこんなね薄さの板にじゃあ乗って乗れるかって、乗れないよな。そういうことなんですよ、ね、乗れない無理だけど、俺いいと思うんだよ、別に格好から入っても構わないんだけど、サーフィンってボード持ってりゃかっこいいとかそういう問題じゃなくて乗んなきゃダメだと思うんだよね、うん、どんな形であれ波に乗ってもらいたいと思うから、俺もだいたい剛さんどんなボード乗ったらいいんですかってね、リスナーから結構聞かれたりするんだけど、もう最初はもう本当になんつうの
できればロングボードを使ってサーフィンスクールに入ってでやってもらってっていうのが本当に正しい今のサーフィンのやり方だと思ってるんだよ。まあ、昔のように先輩にコキこうしごかれながらやるサーフィンの時代とはもう全く違うし、でいて別にその今のもうね、新井宏斗君とか稲葉玲央君が乗ってる板に乗りたければそれだけのスキルがなきゃとやっぱ乗れない。うん、まあ乗れたとしてもあんま楽しくないと思う。うん、それはもちろんそこまでサーフィンを突き詰めてね、そういったボード乗るんで乗りたいんだったらそれはそれをやればいいし、でも今はシゲやっぱりね、それ10代からやったらそれできるんだよ。でもさ30過ぎてじゃあ私サーフィンやってみたいなって人がじゃあ同じことそれやって乗れるかって乗れない、じゃあどうすればいいのかっていうのは、まあ今言ったロングボードやってみたりどんどん、でも俺はやっぱりショートボードやりたいんだと、だから7フィートぐらいのちょっとこう厚めで浮力がある板で最初はちょっとやった方がまずは乗れるよね。それだけ楽しくない。そう。で、そこ乗れるようになってそれでターン入れられるようになるといくらでも絞っていけるから、まずはそこ、俺はすごい推奨してる。うん、やっぱ50今年8になって、じゃあこれ俺から、これからのサーフィンライフってじゃあ俺どういうふうに過ごしていったらいいんだろうって言ったら、やっぱり体との戦いっていう部分も出てくるわけだし、でもやっぱり俺の中の目標って もちろんサーフィンスキル落としたくないっていうのももちろんなんだけど、それ以上に今じゃあ何を考えてるかって、できるだけ長くサーフィンしてたい、そういう体でいたい。うん、だからやっぱりすごい栄養のあるヘルシーなもの取って、なるべくなんていうの、昔のように、まあ、クラブ DJ やってた時みたいにこうもう徹夜しちゃってもうなんていうのちょっと寝不足が続いたとかそういうこと一切やめてるよね。うん、やっぱそれはなぜかって、じゃあ戻るけど、じゃあそれはなぜかっていうところはできるだけ長くサーフィンしたいっていう、それだけなんだよね。うん、もうね、70になってもこうできれば桜井義雄さんみたいによっちゃんみたいにショートボード乗ってたいよ、そりゃ。でももしも乗れなくなってもロングボードでもいいからサーフィンしてると思うよ俺は。そうですよね。うん、これなんて言ったらいいのかな、だから要するに何か生きてる間にさあんな大波に揉まれたりすることってさ、まあもしかしたら生死をかけてるのかもしれない瞬間もあるわけじゃん、サーファーってさ。そんなの陸で味わえる？味わえないよな。うん、まあ別に危険に挑めって言ってるわけじゃないんだけど、いくら小さい波でもじゃあの太陽に反射したみんなのなんていうの、止まって見えるようなあの景色見せてあげたいなってこう普通じゃ見れないよね。うん、じゃあもっとシンプルに言えばパドリングできるようになって沖に出たよね、じゃあ沖に出て沖から陸見た時のあの景色、陸から海見た時の景色と、じゃあ自分が海に出てね、ボードにまたがって振り向いて陸を見た時の景色一回見てよ、これまた違うんだ。これやばいんですよ本当に。俺はね夕日が好きなんですよな。そこにまた夕日かなんか入っちゃったら日にはさ、いやもうね、なんかもうなんだろうね、あの気分、なんつったらいいのあれ、最高ですね、幸せの なんかこう幸せとパワーのバイブスに包まれてるかなっていう、うん、自分ってなんかこうなんつうのかな、人間ってこうなんとなくやっぱね頭もいいしエゴも強いから、いや俺様だみたいになってっちゃうんだけど、そんなんじゃないんだよね、あの景色の中にいて、あの波の中にいるとなんてこんなちっぽけなもんなんだろうなってなんかいつも思ったりするわけよ。うん、でもそういう気分に
なかなか陸の上では、まあ、なるかならないかっつったら、俺は海の上の方が全然やっぱりなんつうのなってるよね。うん、いろんなこと考えてるし、うん、でなんつうのすごいいろんなこと学んだよね。うん、だからまあなんだろうね、まあ俺プロサーファーじゃないけど、死ぬまでサーファーやってたいなって、もうその一言だな。だから究極深い、深い、すごい深い。ジェリー・ロペスさんにインタビューした時も、みんなこれ聞いてもらいたいんだよ。どんなサーファーが素晴らしいんですか。で、俺聞いたのよ。全く予想だにしない答えが返ってきたわけよ。なんて返ってきたと。どんなサーファーが素晴らしい。すごいシンプルな答えだったんだけど、その日一番楽しんでる人が一番の素晴らしいサーファーなんだって僕言われました。どんなボードに乗ろうが、どんなスタイルでやろうが、いいの、形なんかないの、サーフィンはもうね、その場一番楽しんでるやつが一番素晴らしいってあのレジェンドが言ってんだよ。だけど俺は結構心に響いた。それはもっと違う言葉が返ってくるんだろうなと思ってたから、なんかさ、いや、なんかこうパイプラインの究極でどうのこうのとかさ、やっぱそういう人だからさ。でもやっぱ究極いっちゃうとそういうことなのかな。なんか本質を語ってますよね、やっぱり。うん、みんなにあともう一個ね、これね、誰から聞いたんだか分かんないんだけど、俺の頭に突き刺さった言葉が一つあって、サーファーって普通の人より10倍人生楽しんでるって言ってたよ。みんな本当ね、大変な時期だから、体調管理とか気をつけてね、免疫力を上げるような栄養あるものね、たくさん食べて、でやっぱり睡眠もしっかりとってね、まあ仕事もすごい大変だと思うんだけど、みんなもね、でもなんつうの、励まし合いながらっていうかさね、愛は忘れちゃいけないしね、みんなで助け合いながら頑張っていきましょう。でオーシャントラビ聞いてください。土曜日日曜日朝5時からです。金曜日12時15分から波のジャパンです。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。